皆さんこんにちは、渡りくる記事です。では今回は、源平合戦、源頼朝編、続きをプレイしていきたいと思います。現在1181年の11月になっています。前回は、兵士が大軍を2度にわたり送り込んできたので、これの迎撃戦を試行錯誤しながら行いました。かろうじて、合戦に勝利しています。ただですね、せっかくお金で集めた増票、これが溶けてしまっていて、最前線遠江、ここに増票が1800しか入っていないという状況です。兵士の方は着々と西国への勢力を伸ばしていてですね、もう残っているのは九州の一角のみというところなので、一刻も早く京への調略戦を仕掛けていかなければいけないので、まずは遠江に人、物、金、これを集めてですね、減った増票を再び集めて、まずは尾張、美濃、京都、進軍をしていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。ついに、兵士軍が西国を完全に平定しましたね。これで、兵士軍は全軍で東国に攻め込んでくると思うので、さらに猶予がなくなってしまったと思います。尾張、美濃への出兵準備を急ぎます。年が明けて1月になっています。論功行賞ですね。朝廷から官位が配分されたという話ですね。これは朝廷工作をしっかり行っていた結果だと思っています。そしたらですね、義経、弁慶あたりは最前線で戦いますので、より高い官位へと昇進させていきたいと思います。で、義経が持っていた官位は、弁慶へと移してもいいかもしれないですね。時政も頑張ってくれてますので、昇進させましょう。で、時政が持っていた官位は、息子義時。なかなかですね、義時に対して、今回コンセプトを上げている中、なかなかね、いいところを演出できずにプレイを進めてきてしまっていますので、こういうところでしっかり義時にもね、活躍の場を与えていきたいと思います。義時が出てきたら義時にもね、上げていきたいと思います。常種はすでに兵数1800抱えているので、新しく関与を授ける必要はないので、これで終了しましょう。では、宝ですね。義経なんかには武力をさらに高めてもらって、一騎打ちでの、力というものを高めてもらいたいので、授けていきます。同じ要領で、戦闘で戦ってもらう武将には、優先的に宝を授けていきましょう。あとは、梶原の景時ですね。こういうところにもしっかりですね、分を与えて、忠誠度を高めておきます。さあ、ではですね、もう一刻の猶予もありませんので、尾張へと出陣していきましょう。先生、もちろん頼朝自ら出陣していきます。あとは、兵力の多い武将。それに加えて、義経と弁慶ですね。これを従えて出陣していきます。で、そのまま敵を駆逐して回りたいので、お金も兵糧もマックスで持っていきましょう。そしてこの遠江ですけど、誰に任せようかな。三浦義澄が安泰かな。これ、大河ドラマの中では佐藤 B 作さんが演じてますね。では、尾張、美濃、そして京へと一気に上洛戦を駆け上がっていきたいと思います。まずは尾張ですね。敵は平知明で合ってるかな。平知明を攻撃していきます。敵の布陣はこの後確認していきましょう。まあ、小一気でかける。これやっておきたいんですが、おそらくこの最強義経に挑んでくる者はもう、兵士にはいないでしょう。まあ、ただこれですね、敵が一騎打ちを退けてきた場合には、敵の士気が下がるので、まあ、それはそれでよしというふうに考えていきたいと思います。敵は増票がほとんどいないだ。友明が2600。これが一番兵数多いですね。では、頼朝だけ1ターンちょっと待たせてから、出撃。それ以外は突撃を敢行していきます。合戦開始です。はい、平知明撃破しています。味方の損害はほとんど出てないですね。このまま美濃京へとこの軍を引き連れて出撃していきます。では尾張を攻略したその軍勢そのままに美濃へ進行します。これは源範清でいいのかな？敵は、範清がいるようなので、これを撃破していきましょう。範清だけだな。こうなると確実に、一騎打ちには入ってこないと思いますので、時の声上げておきます。では、出陣です。はい。範清勢を撃破しました。弁慶が敵に突撃食らって壊滅しましたので、一旦美濃で兵力を回復させます。その後、京へと上洛をしていきましょう。では、京に向けて部隊を送り込んでいきます。京では兵士軍が待ち構えていましたね。平有盛軍です。増票はマックスの2万まで上げて、練度も高めてあるんですが、正規兵の質がちょっと上がりきっていないっていうのが気になりますね。あとは弁慶も先の戦いで一度壊滅しているので、動員兵が少ないというのがちょっと気になるところです。敵の方ですが、やっぱり兵士勢で揃ってますね。義経の一騎掛け。これで敵が答えてくれればね、確実に一部隊壊滅させられるので嬉しいんですが、乗ってきませんでしたね。となるとガチンコ対決になります。有森を撃破して、京都を守っていた軍勢を壊滅させましたね。さらに兵士の軍勢が平安京から出てきていますね。どうしようかな。一旦美濃まで帰りますか。なかなか京には入れさせてもらえなそうですね。まあ、義経軍もやられてしまって、少し軍勢の数が減っているので、まあ遺憾ではありますけども、一度、美濃まで撤退しましょう。で、代わりにと言ってはなんですが、京に、密偵を送り込んで、京の状態を確認したいと思います。武将の数は7、増票が0。さて、頼朝軍撤退する前に、藤原の忠綱軍が接近してきましたね。これしのがないとまずいことになるな。敵の軍勢の数も多いしね。まあ、ここは弁慶が敵を討ち取ってくれることを祈りたいかな。景清が出てきたな。景清1600。これを撃破できれば大きいな。弁慶の武力102。景清側が93。まあ、10の開きがあるので、まあ、安心して見ていられるかなとは思います。これで景清隊が壊滅してます。では、出撃です。なんか岩石落としが決まって、あまりダメージ食らうことなく敵の一体を撃破できましたね。義経が捕らえられてしまったので、この合戦ますます負けられないものとなりました。頼朝がちょっと食らいすぎているので、頼元は回避に変更します。広常隊で頑張ってもらうしかないな。敵を撃破完了です。まあ、一時、特に開戦時はどうなるかと思いましたが、かろうじて撃破していますね。いやー、それでも連戦だな。今日から出撃してくる兵士の軍勢が多すぎる。これはちょっと撤退せざるを得ないかな。ちょっと状況を見て撤退も視野に入れましょう。撤退します。いや、本当に強すぎるな。いや、この連戦は、ちょっと戦いきれないですね。となると、美濃にこもって、美濃で敵を待ち受けるっていう作戦をせざるを得ないかな。なので、ちょっと時間を戻してですね、美濃でこの兵士の大軍を待ち受けるという戦いに変えていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきます。